こんにちは、もずくです。今日はゲームチャンネルで珍しく実写動画なんですけど、なんともうサムネイルやタイトル背景でお分かりの通り、はい、あのレゴさんからお話をいただきまして、多分もうあつ森動物の森が大好きな方なら多分知ってるかと思うんですけど、はい、3月1日に発売されたレゴ動物の森で遊んでいきたいと思います。もう本当にもうすごくないですか？あのでこんなチャンネルにお話しいただけたのも、いつも応援してくれている皆さんのおかげだと思っているので感謝でしかないです。ありがとうございます。いやもうすごく楽しみだったし、お話しいただいてまあ早くやりたくてうずうずしてます。なんかレゴも小さい頃に弟とすごく一緒にやってて、今日なんかこうやって多分十何年ぶりぐらいのレゴに触るんですけど、もうすごく楽しみです。で今日はこの動物の森レゴを使ってちょっとハッピーホームパラダイス風に遊んでみたいなと思います。でちょっと軽くこいつご紹介しますと、まずこの一番大きな箱、これがたぬき商店とブーケの家っていうレゴです。さくらんぼの木とかがあるリリアの楽しいキャンプで、すごくない？蝶々とかもある楽しみ開けるの。ジュリーのバースデーパーティーです。すごい服もさ、ちゃんとジュリーでめっちゃ可愛い。次が、はい、カッペイのボートツアーです。やばい、これなんかもうさ、ヤシの木とかさがちょっと私の島っぽくできそうだなっていう予感してます。で最後が、はい、しずえさんお家にようこそです。これはリンゴの木だね。ちょっと 木にもいろんな種類があって、だいぶいろんな感じで作れそうです。はい、ではでは早速遊んでいきたいなと思います。では早速作っていきたいと思うんですけど、ハピパラ風で遊んでいくので、まずどんなテーマで作るかというと、はい、あのヤーストっぽく作りたいなって思ってます。あつ森、なんか私のチャンネル見てくれてる方ならね、どんな島かわかるかと思うんですけど、その感じをちょっと作れたかなと思ってて、多分ねそれっぽくいけるんじゃないかなっていう思ってます。本当に組み合わせ自由で遊べると思うんで、ちょっと頑張って再現したいなと思います。で、はい、テーマが決まったので次は土地を選びます。土地がですね、あの、はい、あのたくさんあるんですけど、これは別売りです。はい、4種類ありまして、まず緑の土地、草地って感じと、あとあるのがコンクリートっぽいこのグレーの磯番です。とこちら、なんか砂浜にも行けるし雪っぽくも行けそうな白の基礎板です。と海、川、池かな、はい、青い色の基礎板があるんですけど、やっぱヤーストといえば、まあ、コンクリート、道路があるので、ちょっとグレーの基礎板使って作っていきたいと思います。はい、じゃあ開封します。やばい、絶対やばい、えすっごいなんか結構、まあレゴなんですけど、蘇ってくるし、こんなんだったっけっていう、なんか、えぐい待って、たぬきちの顔がいるかわいい。それと、めっちゃあるよ。私、今日、何件作ったらいいんだかわいい、すごい、え、これちゃんと乗ってたよ、すごい。ケケアイドルのジャケかな、すごい。これをまずパーツ、あ、すごい、わかりやすいめっちゃわかりやすい、見えるかな、わかりやすくない？何を組み合わせたらどうなるかっていう、絵で描いたのすごいわかりやすいね。これはちっちゃい子でも全然遊べると思う。ちょっとこれ見ながら組み立てていきたいと思います。あの他にも箱がねたくさんあるんで、ちょっと一個ずつ組み立てていくんで、早送りで行きます。どうぞ。すごい。見て。めちゃめちゃ屋根になった。ええー。めっちゃまんま。順番間違えたかもしれない。1位とか書いてあるもん、袋に。もう順番に作っていきます。はい、ということで土台ができました。ここに建物建ててきます。
めっちゃ可愛い。ちょっと画角見づらかったのでアップ目にしました。うわ、窓だ。で、窓楽しい。じゃーん、すごいもうほぼ完成です。中さ、まだ何も置いてないし、屋根もつけてないけど、もうこの色味とかでさ、たぬき商店ってすっごいわかる。窓がいいね。窓結構なんかリアルでお気に入り。わあ、なるほど。すごい。なるほど。あれだ。ブラックみたいなのだね、これ。細かいやつ。違う。まだだ。これ、すっごい。こういうことか。めっちゃ可愛い、これ。これめっちゃ可愛い。さあ、たぬきちさん作りますか。やばい、かわいい。よいしょ。すっごい、こうやって挟むってことか。ここにズボンがあって、こうだ。あ、すごい。待って、頭に穴開いてんのはこれね、この帽子ね。かわいい。見てこれ、間抜けすぎ。かわいい。ちょっと待って、ちょっと置いとこう。あ、かわいい。ルール袋だ。これたぬきちいるもんね、絶対ね。たぬきちの近くに一回置いてきます。待って、めっちゃかわいい。早く作りたい、これ。あ、待って、テンション上がって屋根つけも忘れてんじゃん。すごい。こういうことね。はい。そう、引き出し。すごい。これか。楽しみにしてた。かわいい。タグの中になんか掃除道具とスコップが入ってる。すごい、これも作れるんだ、レゴで。すっごい、もう多分わかるね、みんなも何かで。うわっ、でレシピがある。何のレシピかな。たぬき商店で売ってるって、もっと DIY みたいなやつだっけ。じゃーん完成です。たぬき商店めっちゃかわいい。すごい、たぬき商店すぎる。中もお店だよ。これとか、これが私ちょっと個人的に、これも作れるんだっていう、すごい。あと引き出しもちょっと感動した。見るかな、この引き出し。クオリティがすごすぎて、めっちゃ楽しいです。ちょっとまだまだあるんで、完成をどんどん見せていきます。完成しました。なんと、お部屋の暗さで分かる通り、開始して、全部作り終わるのに2時間ぐらいかかりました思ったよりすごい細かくて、いろいろ結構時間かかっちゃったんですけど、なんか特にお気に入りだったのは街灯、めっちゃなんかこう自分の島に合わせやすそうだなっていうのと、あとなんか滝とか、あと崖とかがすごい可愛くて、これでもなんか本当に島くりみたいになんか地形で遊べそうだなと思ったのと、あとヤシの木と、めっちゃ細かい超小物っていう、その集まりで言ったら大きな方と小物とってもかけてるじゃないですか。その小物がたくさんあったんで、それでなんかこういろいろ組み合わせてできそうだなという感じです。では早速作っていきます。では改めて作っていくんですけど、テーマのおさらいが、集まりで私が作っているヤーストを再現したいなと思います。ちょっと絶対使いたいものがいくつかあるので、まずヤーストといえばヤシの木生えてくるので、ヤシの木はちょっと頂戴しようかなと。これ絶対必須。え、もうかわいい街灯もね、やっぱね、街っぽくなるからちょっと使いたいなって、ジュリーとブーケからお借りして、あとは地形とかもちょっと遊びたいなと思ったんで、後ろに崖とかも潜ませたいかも。これでも竹生えてるんで、一回竹をちょっと抜いてきまして、砂浜もやっぱ欲しい。もう
結構カッペイのボートツアーからお借りするかも。え、もうぽくないですか。でして、建物はやっぱここに欲しいなと思ったんで、建物はちょっと何パターンか作ろうかなと思ってるんで、一旦イラストを再現はこれ、このちょっと別なんですけど、ここからちょっと建物を作って背景に忍ばせて、で他のちょっとサブ的なものでちょっとイラストを再現しようかなと思います。イラストといえばヤシの木と白い建物なんですよ。いや、いいかも。ブーケの白いお家もいいなと思ったけど、ドアが多分ピンクじゃなかったらイラスト感出るんだよね。ポストとかだけちょっと頂戴しようかな。ちょっと真っ白のブロックがそんなにたくさんないんで、ドアはこれにしよう、水色にしよう、ちょっと波の色と合わせて。とりあえず白がないんで、ちょっと水色ら辺で作っていきます。この動物の森のエゴとめちゃめちゃ相性いい気がする。え、かわいいめっちゃかわいい。あー、他行っちゃった。あ、かわいいかも。でもやっぱもう一軒欲しいか。もう一軒作ります。え、いいじゃん。ちょっと滝欲しいかも。リリアンからお借りして滝が後ろにこういる感じにしたいから。え、船欲しいな。ちょっとカッペイさん、カッペイさん、一回ごめん、一回ごめんね。ラストといえば色がないので島にちょっと改造します。うんうん、え、うん、え、どう、切り株とかも可愛い。ちょっとラジオとかも可愛いから、これめっちゃ可愛いラジオ、しずえさんから、はい、テーブルとティーセットを頂戴いたしまして、自転車持ってきた。よし、オッケー。わー、いいんじゃない、完成で。これさ、でもさ、こうやってさ、ここにつけるのもちょっと可愛いな。さらに大きくするのあるあるなんですけど、配信でも完成したと思って、こう付け足したくなるやつ、めっちゃ楽しい。え、屋上作る。あ、どうだ、え、どうどう、ちょっと僕口支えないんだけど。これはなかなかちょっと、まあ白い建物がなかったからあれだけど、ヤーストっぽい特徴をなんとなく出せたんじゃないかな。ちょっともう一個後ろに追加しておきます。蜜とか欲しかった。サクランボ生えてるけど、後ろ向きにして広葉樹っぽく、フルーツじゃない木っぽく生やしとこう。え、かわいいさあ、どうだどうだどうだ、うん、完成です、完成。ちょっとこの島には、じゃあちょっとヤーストに住んでた子はいないんですけど、ちょっと準備しときます。こんな感じになりました。なんかヤシの木と街灯とこの色があんまりない感じで自分の島再現できたかも。すごいすごい、めっちゃすごい、再現できた。え、だいぶお気に入り、はい、ということで、人別荘目ハピパラで言ったら完成でございます。2軒目作ります。2軒目はブーケちゃんの別荘作りをします。ということで土地選びをします。土地はさっきヤーストっぽくコンクリートっぽい色のグレーの基礎板使ったんで、次は、はい、緑色を使います。はい、なんでまずブーケちゃんの家だから、これがやると、これをさ、あのハビパガだとさ、建物のやつもこうやってこうやって選ぶんだよね。こうやってどこにしようって、まあ、今とりあえずね、後ろの方にしとこっか。この辺全部使いたいな。ブーケちゃんセットはちょっと全部使いたいですね。ピンクだからさ、ピンクっぽいちょっと家具たちを他のところからちょっと頂戴してきて、可愛いんだよブーケちゃん見て。じゃあ色はピンク、白、まあ、この辺のベージュっぽいとかもちょっと使ってもありかも。まあでもやっぱね、崖とかは欲しいよね。そうそう、いや、これね、開けられるんだよこれ見て。ちょっとひっくり返ってるけど、お金をさ、こうやってすごくない、本当に細かくてすごい可愛い。で、前に持ってきてピンクのお花を崖に咲かせよう。あ、可愛いじゃん。で、また必殺の桃があったらよかったけど、桃がないから。あ、桜の木はある。桜はあった、桜も混ぜよっかな。だからさ、これ切り株としても使えるしさ、木としても使えるしっていう、このパーツを分けても使えるっていうのがさらにやばい。楽しすぎる、本当にめっちゃ楽しい。この辺なんか欲しいよね。ちょっと立体的にしよっかな、この辺使って。こんな感じで、わ、いいじゃん、なんか道できてるみたいな感じになってきた。わー、そっか、ジュリーのこのこれをお借りしてさ、わっ、かわいい、めっちゃいい。いや、かわいいかわいい、いいかな。めっちゃ可愛い。なんかさ、めっちゃさ、このテーブル置いたことでさ、店っぽくなったから、また
これもらってきて、お店なんかカフェっぽくしようかな。わあ、どう？めちゃめちゃ満足感ある。もうさ、この辺に白欲しい。うん、オッケー。完成。はい、こんな感じになりました。めちゃめちゃ可愛い。本当にブーケの別荘って感じ。ピンクだらけにした。で、テーブルがさ、いっぱいあったから、それ使って、なんかちょっとカフェっぽく。テーブル3つ置いたのかな ?3 つ置いて、カフェっぽくして。で、崖、やっぱ崖めっちゃ使いやすい。崖が立体感出して、なんかこう、さ、一つの本当に島くりみたいな感じになってるかも。はい。こんな感じにしてみました。もう一軒行きます。では、最後です。最後は、たぬき商店を使って作っていきたいと思います。まず土地選びなんですけど、たぬき商店といえば、厚森の島くぐで使いづらいで有名なんですけど、はい、なんかよくたぬき商店が、その追いやられている場所といえば、みたいな、砂浜かなと思いまして、この白い基礎板を使って、ちょっと砂浜っぽいエリアに、たぬき商店を建てて、可愛くしていきたいと思います。まずは、はい。たぬき商店持ってきました。あ、いいじゃん。このなんか、緑と白のこのね、はっきりした感じが、あ、かわいい。もうこの時点でいいって言葉じゃない？で、ザ・動物の森みたいな感じで作ろうかな。でもやっぱ、ちゃんと何回も登場するけど、やっぱ崖は欲しい。うん、こんな感じで、で、はい。めっちゃかわいい風船ついてるの。すごいかわいい。あ、そうだなぁ。この辺もいいなぁ。ね、最初さ、つもぎではさ、たぬき地に家ないから、まだ、その、テントで我慢しようって言われて。その感じちょっと出しとくか。これすごい、ほら見て。開くんだよね。これ動きも開くのが、マジですごい。やっぱ崖、一体感欲しいです。この辺と、この辺一体感でこう、バランス良くなるように。この辺をちょっと海っぽくしようかな。わあ、いいじゃん。めちゃめちゃいい。かわいいかわいい。畑とかもかわいい。ちょっとじゃあ、ちょっとだけずらして。今、斧で切りました。倒しました、木を。このザ、焚き火って感じの、ちょっと無人島生活って感じ。これ、めっちゃかわいい。DIY。見て。これちょっと使います。あ、かわいい。ここなんか欲しい。石をこの真ん中に置いておこうか。どこだからちょっと他の動物たちを呼んでくるか。石の上で、ちょっとしずえさんも、しずえさんいるでしょ。お話ししてるみたいにしようかな。すごいなんかさ、ベル袋置いてあるから、なんかすごい、集金みたいな。あと、あ、ジュリーこの辺でしょ。と、ドレミちゃんと、なんかみんな同じ方向向きすぎるかな。座ろっか。あと、カッペイさん、桟橋か。桟橋に立ってもらって、うん、だいぶいい気がする。ザ動物の森って感じ。完成です。はい、こんな感じになりました。めちゃめちゃ動物の森って感じじゃない？動物たちがいるとやっぱそんな感じに見えるかも。カッペイとかはもうそこだよねって感じ、場所的に。でジュリーはもうなんか優雅に過ごしてそうだから、ここに行って。ミリアンちょっと元気系でちょっとはしゃいでそうだから、崖の上で。ドレミちゃんはなんかゆっくり焚き火してます。こんな感じになりました。かわいいね、こういうなんかね、いろんな色でカラフルで、もうザ動物の森って感じ。すごいかわいい。はい、ということで3軒目完成しました。いかがでしたでしょうか。今回はレゴ動物の森で遊んでみました。すっごい楽しくて、多分見てくれてる方には伝わってるかと思うんですけど、すごいね、本当にめちゃめちゃ楽しかったです。わー、こんなのもあるんだとか。あとちょっとびっくりしたのが、思ってたよりも自由度が高かったです。なんかいろんな組み合わせ本当にできるんだなと思って、今回3パターン作ったんですけど、まだまだいけそうなぐらい自由度高かったです。で、再現度というかめちゃくちゃすごいし、細かいところまで動物の森で。ということで、ちょっといつもとは違う動画で、実写の動画ではあったんですけど、よければ皆さんも遊んでみてください。ではでは、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ。